皇室の護衛などにあたる皇宮警察の年頭視閲式が24日、皇居東御苑で行われ、護衛官およそ260人が部隊ごとに行進しました。年頭視閲式では、護衛官およそ260人が部隊ごとに行進し、外国から着任した大使を先導する騎馬部隊や、火事があった際に消火活動を行う警備車両部隊など、皇宮警察ならではの部隊がお披露目されました。牛島正人本部長は、2月に天皇誕生日、4月には秋篠宮さまが皇位継承順位1位の皇嗣になったことを内外に宣言される立皇嗣の礼を控えていることに触れ、お代替わり関連の優秀の美を飾るべく、引き続き護衛警備の万全を期さなければならないと訓示しました。